ミッションを選んでください。難易度を選んでください。難易度が高いほど強力なアイテムが出現します。 空爆時の映像です。傷一つついていません。 ですが見てください。周囲の建物は壁を通り抜けています。このことから防御スクリーンは高い運動量を持つ物体だけに作用すると考えられます。だとすれば質量の小さい物体が低速で通過することは可能。つまり生身の人間は防御スクリーンを越えられます。 敵新型マシンに接近。防御スクリーンが見える。敵の新型方向メーカーをシールドベアラーと呼称する。防御スクリーンを突破し、シールドベアラーを破壊せよ。こちらフェンサー、防御スクリーンは目の前だ。防御スクリーンに突入する。行くぞ。イエスサー。この先に学校がある。 シールドベアラーはそこだ。シールドベアラーから離れろ。空爆が始まるぞ。防御スクリーンを超えた人類は俺たちだけだ。解除だぞ。うわ、シールドベアラーを撃て。シールドベアラーの破壊に成功。よし、この戦法は有効だ。人類は防御スクリーンを破れるぞ。 空爆始まります。防御スクリーンは破れない。空軍は意地になっているようだな。空爆は要請した時だけにしてほしいものだ。俺たちの働きで勝敗が決まる。分かっているな。
地上部隊、攻撃を続けろ。シールドベアラーを倒せるのは我々しかいない。フェンサーの出番だ。ストームチーム、フェンサーを援護しろ。盾を持ってきたか。学校で戦うのはいい気分じゃないな。防御スクリーンを破ることができなければ人類に勝ち目はない。この戦いに勝たなければいつか人類はフォーリナーに屈することになる。絶対に勝て。生身の人間なら壁を越えられるって本当なのかよ。正気か。徒歩であれに突っ込めるものか。フェンサーならできる。あいつらは精鋭だ。精鋭だと。奴らは正気じゃない。まだ空爆があるぞ。敵から離れろ。空軍め、無駄と知りながら空爆を続ける気か。中止を要請しますか。空軍にもメンツがある。やらせてやれ。爆撃が始まります。2017年の戦いでフォーリナーに防御スクリーン技術があることは分かっていた。マザーシップが広範囲に壁を展開したことは予想外だったが、局地戦に投入されるのは想定済みだ。フェンサーの装備はこの時のためにある。フェンサー、よくやった。本当にやりやがった。あいつらは英雄だ。防御スクリーンは破れる。人類は勝てるぞ。フォーリナーはもう無敵じゃないんだ。ついにフォーリナーの守りを突き崩した。人類の反撃を始めようか。盾を持ってきたか。オーケーだ。